はい、皆様時刻は6時前、ですね、おはようございますということになります。日程としましてはですね、明けましておめでとうございますということになる、元日、初日の出を撮影したいなというふうに思います。まだ月が綺麗ですね。はい、撮影場所はですね、ある河川の橋の上からやっている形になります。私の住んでるところがバレたくないので、場所は秘密ということでさせていただきますけれども、通行人にね配慮しながら、撮影していきたいと思います。周りにですね、何人かやっぱり日の出を、見に来た方っているんですけれども、一人だけ喋ってるっていうのは恥ずかしいですね。これ初めてなんで長い目でお付き合いいただければなというところですね。なんかつなぎで何かトークを考えてくればいいんですけれども、なんか突発的に来てしまったので、あんまり気の利いたこと言えなかったらカットすればいいや。そんな、さっきは白いのが映りますけど、私の息が入っちゃいますね。寒いです。とにかく寒いです。はい。あ、なんか明るくなってきましたね。これ来るかな。当チャンネル初の動画投稿ということなんですけれども、ちょうど日付が日付っていうことでね、こういう撮影から入りましたけれども、普段っていうかね、まだ何もやってないですけど、自然観察あるいは生き物のことというテーマでやっていこうかなというふうに考えています。ですから、鳥を探してみたりですとか、昆虫を捕まえてみたりと、そういうチャンネルですね。あと私趣味で園芸をやっておりますので、そういったあたりを、紹介していければと。これ本当に どんどん明るくなりますね。これ映像と私の目で見てるのがちょっとどれくらい噛み合ってるかっていうところではあるんですけれども、分単位って言いますかね、30秒ぐらいでなんとなくこう明るさが変わってるような気がします。主観的な話ですので、みんなコメ欄荒らさないでね。入ってますかね。今後ろっていうか、ずっと向こうですけど、電車が走った音が今入ったかなというところですね。そういうことを言うと、こうどこで撮ってるかバレちゃうのかな。橋無数にかかってるからとは思うんですけど、結構風景入んないようにって無理な話だからね。バレちゃうかな。
周囲に、若い、学生さんぐらいの人たちですとか親子連れというのが集まってきて、あの個人的にはちょっとアウェーという感じ、おじさんですんで一人で、自撮り棒を持って喋っております。はい、あ、またの上から撮るのいいよっていうのをインターネットで見つけたんですけれども、お見てると、お、いや、 やっぱ思ったより多いですね。本当知らなかったな。他の方の声が入ってるのでどうなんだろうね。アップロード初めてなんでちょっと、うん、まあまあこれ本題、私のチャンネルの本題じゃないので、そんな凝った編集するつもりないんですけど、音を消すとかね、ちょっと配慮した方がいいかな。あ、音消すんじゃさっきから喋ってるの何なんだって話なんですけどね。また一段と明るくなってますよ。それ以外にコメントねえのかっていう話いやでもね、実際そうなんですよ。なんでしょうね、こうオレンジの色合いが下の方強くなってまいりました。うん、なんだあの、ああ分かった、何を思ったかって、あのウイローってありますでしょ、あのあんな感じ、あの下からだんだん色がこう、あれ上がピンクなんでしたっけ感じですね。あの層になってるように見えますね全然こう、勉強してこなかったので気の利いたことが言えないという、一応これも自然現象ですからねもうちょっと予備知識入れてくればよかったな天文なんていうのはからきしダメでね、嘘のような本当の話なんですけど、小学生の時にですね、お日様がどっちから昇ってどっちに沈むっていう例の授業が、まあ、あるわけなんですけども、あそこであのバカボンの歌を歌ったやつがいましてね先生もやめてくれって言うんですけど、それ以来ね、僕しばらく西か東かよく分かんなくなっちゃってね、それでね、こう天文系に苦手意識があるとどうもね、元から方向もいまいち、ちょっと方向音痴的なところもある、これは、東から登ってるんだよねですとかの方々に見ていただきたいなっていう、そんなことは思ってるんですけれども、どうでしょうね、果たして今の世代はどういうのが流行ってるとかよく分かりませんけれども、あ、分かんないや、今ちょっとあえて絵には入れませんでしたけど、水鳥が、私の頭上といいますか、かすめていきましたね。カモの仲間ですね。ちょっと薄暗くて、それ以上の情報はちょっとよく分かんなかったんですけど、まあ声を実際こうアップロードするかどうかもまだ決めてませんけど、自分が思ってるより喋れてますね中身がある話かどうかっていうのはまた別の話なんですけどね。
まりね、その独り言とか言えるかなと思ったんですけど、言えますね。普段から多いんでしょうね。だく、お、だんだん色が濃くなってきました。今気づいたんですけど、ポケットの中に手袋があるんですけど、今手袋なしで撮影始めちゃったんで、これつけたら動くよね、画面。しょうがないですね。左手すごい寒いんですけど、このまま早く上がってくれというところでいきたいと思いますね。来年はこういうの生配信とかにしてもいいのかな。喋れてます？そうでもない？随分明るくなってきました。もうね、鉄塔が見えますけど、オレンジというか明るい部分が鉄塔の上までかかってますよね。さっき最初の方全然でしたもんね。寒い。ああ、ちょっと画面ぶれますね。うまくいかないな。どうしようか、やめときますけど、振り返ると夜です。はい、いわゆる西側っていうか、なんだろうな、コントラスト撮影してもいいんですけど、
他の方の声がだいぶ入っちゃったかな。やめとこっかな。隣の方の方が撮影詳しそうですね。まあね、これ模索中なんで多めに見てください。はい。機材も新しいというところで慣れないですね。